ッチしてエッチしてるとかエッチでしょ。エッチもそんなにしないですよ。いやそれいや本当にエッチが好きな顔してもらってましたよ皆さん。おいくつですか。私26になりました。エロいからちょっとこれ本当にやりたくなるじゃないか。結構立ってきたもんお前。逆に行く方が得意かもしれない。あ、これもね。去年名古屋社員旅行。社員旅行、はい、去年。あ、マジですか。静岡名古屋やった。結構社員になんか物買ったりとか結構しますよね。俺 YouTube 見たらね。一緒にね声は入ってるもんね。いつも仕事しとらへんやん。してますよ。結婚してない。結婚してないです。バツイチ。じゃあ彼女だ。そう。あ、別に愛人じゃないんだね。パンチ来る。どういうのが来るんですか。竹もバカ買ってって言って。頭悪そうみたいな。おいくつですか。私26になりました。24じゃ2個下3個下上です。29歳なん で、で何歳ぐらいから。24歳になる年から付き合い、うん、2年ぐらい前。2年半。結婚は。結婚は何でも したいと思う。いや、なんか結婚キャラじゃないよね。そうなんですよ。なんか愛人キャラだよね。ぶっちゃけ、うん、このまま行っていいんかな、ね、俺こんな。一緒に乗って楽しいですけど、福島県だ。ね、2、3日一緒にずっと行って泊まってたら、うん、だんだんちょっとイラッとすること。あ、毎日一緒にね、一緒に同棲とか一緒に住んでない。同棲もしたことあったんですよ。うん、同棲したことあったけど、同棲したらもう絶対に大喧嘩するんですよ。あ、ね、同棲はしてないですか。今してないですよ。めっちゃ仲いいのにね。ちょっと若い人も入るんですけど、これ視聴者の皆さん突然なんか動画回ってくれて全然わからないですけど、あの豪健組さんっていうところ、 YouTube やって、ね、今結構チャンネル登録者が5万人ぐらいの弱小どころで弱小にもなってないんだけど、ここがもう謎すぎて、俺は動画でもずっと喋ってるじゃないですか。声がエロいんだって本当に。チャンネル登録してくれるな。そうやね。そうそう、なかなかしんすよ、ね。そうボタン押すだけ。でも行った方がいいですよ、毎回。ああ。やっぱ言うと言わない電池が。最初の方にちょっと言っておくとか、ちゃんと言って最近してくれるもんなとか、こういう言葉でもちょっと言うと、やっぱあって気づいてちょっと言う。こんな面白いやつ。そういう動画一本撮ってもいいかもしれないね。いや、それはあまり伸びん。そんな余裕まあ今日はもうちょっと愛人についてちょっと質問あるんで、もう愛人なの。2年半付き合って、だって年頃じゃないですか。もう子供作りたいとか。私子供いらないんですよ。なんで？お互い遊びに。セックスは好きやな。セックスはそう好きですけど。めっちゃいい匂いしてるこれ。好きですか？こっちか。じゃあ僕か。僕香水振ったんで。あ、じゃあどうですか？彼女じゃねえか。どっちだ？社長ママに言われたの。顔の匂いがいいですか。はい。まあ、顔の匂いや。本当に顔の匂いですよ、ね、本当に。殴りかかってもすみません。いや、バツイチ。ずっと言ってたと思う。バツイチ。数字サラピンです。あなただけだよ、てめえ。いや、サラピンですよ。子供いないんだ、お前。子供はもうそうですね。なんか続かないわけです。俺女と二人で来たらみんな見ないの。結構楽しいですよ。旅行とか。エッチしてエッチしてまたエッチですよ。エッチもそんなにしないですよ。いやそれ。いや本当に。この顔見ろ。いや本当に。どうだ。エッチが好きな顔すぐやるっしょ、じゃあ皆さん。どんな感じでもセックス好きな女とセックス好きな男やか。この付き合っとってもお互いに遊んでる。いや、遊んでないですよ。だって毎日一緒にいるんで。ここ一緒におる。夜も毎日一緒に。どんなキャラなの。そういうなんかいろいろちゃんとやってくれるキャラなのか。あ、でも料理とかうまい。やるんだ。そのガミ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 あれしてこれしてってなんかね、ちょっと愛人キャラがそういうの言いそうじゃん。ないっすね。じゃあなんか、めっちゃ尽くすタイプなんですよ。全然ない。いや、本当に。知り合ったのは飲み屋さんですか。飲み屋。もう飲み屋でしょ、この動画前。俺とは3歳ぐらいの飲み屋。こっち側のなんかあのビンゴゲームしたらなんかそのタイプがもう全部俺やんっていうぐらい当てはまっていて、自衛でしてる人がいいみたいな、時間が合うからとか全部俺のこと言うよんだみたいな感じ。ああ、だからもうこっちからじゃあ最初好きだった。全然違います。薄着じゃなかったもん。別に最初普通でした。別に面白い人やなみたいな感じやって。匂いするわ。違うやろみたいな。動きがエロいよね。なんかでも動きがなんかさ、わかる？
わかるでしょ、なんか。で、今回なんか実習生をね、なんかそんなうちの七重のパートナーズに、ね、僕らもちょっと人手が足りひんので、ね、うん、実習生入れて、そうそうそう、今度ミャンマー行きましょう。ミャンマー入れるか、ベトナム、ミャンマーがいい、一緒に行きましょう、はい、で、向こうでそのうちのトシ君って、はい、まあ、ちょっと年取って体が悪い子を、はい、向こうに3年か5年ぐらいちょっとムカつい生かして、はい、で、向こうでもう日本語と仕事もパチパチにしちゃおうと思って、じゃあこれ俺合計人で上がった、ここ出したら絶対伸びるわ。職人に囲まれたらなんかこのエロい女っていいじゃないですか。まあでもちょっと週に1本ないもんね。そうなんです、ね、もうちょっとあれが面白い、毎日したいんですけど、だから足場の動画撮りたいなっていうのがあるし、ね、やっぱりもっとライトでいいと思いますよ。ここで2人で喋っとるのが楽しいので、もっと顔出しするとか2人でこれ持ち合い持ち合う、うん、ドッキリがいいかもしれない。ドッキリね、僕かけられる。僕は考えてたんですけどね、うん、ちょっと痩せるためにぐるぐるマシン行こうたんですけど、うん、10代のやつが先輩にブルブルマシン乗りながら電話したら、打ち切れるかどうかみたいな。じゃあそれなんか難しいのあんまりやらないと思います。なんか僕も最初の頃そういうのやりたがってやって、あんま伸びなかったんですよ。とりあえず1万人頑張りたいな。うん、まず、まず1万人。まず1000人やな、まあ、まず動画100本を上げた方がいい。あ、そうですね、今20…100本を上げて、俺やっと1000人ぐらいですよ。あ、そうなんですか。やっぱこう、恥じらいがまだ多分僕あるっすね。あ、もう YouTube で僕、もうカメラ回ってないと喋らん、車の中でもう見ようと思って、ひと言も喋らん。でも慣れっすよ、ほんと慣れっすよ。だから、まあ、そう、もうまずはもうつまんないように食べるってこと。で、僕も最初の1年前に上げたやつ全部消してますよ。こんな用なんよったら恥ずかしいなみたいな。喋っとってやっぱ聞いとるより聞きやすいから、それなら YouTube も見とっても聞きやすいから、うんうん、エロいかな、ちょっとこれ、ほんとに。ちょっとエロくない？エロいよね。はい。なんか雰囲気でどうよ。エロい、なんか、フェロモンでどうよね。ほんとに今日こすってきたでしょ、僕。ガーッサー。うん。そうなんて。怖い。どれでしょ、エロい。ちょっとやめろお前、やりたなるじゃないか。ねえ、こんな、うーんとか言われたら、おい、社長。で、これで落ちたんですか？そうっす。でも、2年半付き合ってて、結婚はし、なんで一緒に住んで、ダメになったの、はい、まあ、僕結構わがままなんで、うん、あれですね。帰ってけへんし、言うた時間に。3時に帰ってくるわって言っても、朝の5時に帰ってきたりとか。あ、それは腹立つんだ。3時で帰ってくるわって言われて、うん、結構、迎えに来てとかいうタイプなんですよ、うん、飲み屋まで、うん。で、私起きとって、3時まで。で、一応3時にその飲み屋の繁華街まで迎えに行ったのに、うん、全然出てこんくて、1、2時間待たされるとか。あ、それはいかんわ。どういうとこ好きなの？どっちがですか、私が、うんうん、もだって、もうこれもう社長あんまり興味ないから女子しか興味ない。いやでも結構一緒におったら結構おもろいんですよ、うん、2人とかでおったりしたら、うん、結構なんか子供っぽい、うん、っていうか、なんか可愛いみたいな感じのとことか、うんうん、母性本能くすぐられる、くすぐられるんだろう、ね、言い方するなぁ、おい結構立ってきたもん、おいこれから出るんですか、じゃいや、なんかちょっとちらっとこうやって映った時のモザイクかけとったから、だから編集は外部に頼んだんですか。私がやってます。そう、本当、いや外部頼んだ方がいいっすよ、安いの、もうちょっと使えた方がいい。そうですね、本数がちょっと少ないんで、ちょっと少ない。俺が自分がやってた時はもう音声でピンと結構、いや一人喋れるやつがおらんと、ここは喋れるから、うん、ここを出して2人が結構メインに出たら、真面目な話しちゃったらごめんなさいなんか勝手にカメラ放たされてこいつら真面目な話この、ゴーゲン組さん、YouTube やって、まぁ、ちょっとまた配信増やしていこうって言ってるんで、ぜひ、見に来てください。本当にね、自習生、ミャンマー入れてくれたね、他にも結構、全然僕とキャラ違うんですよね。しっかりしてるんですよね。めっちゃ、動きも早いし。きちっとしちゃった。本当、しっかりした人なんで、ぜひ、そちらの方、また相談してください。よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てねー。